ロンドンのフリーマーケットで買わない。ロンドンのフリーマーケット。デニム好きとでも負けてる。話し合って負けるもん。どうも、いくろとりです。そうです。お願いします。お願いします。始まりました。はい。新コーナー。新コーナー。業界人のデニム。おお。すごいコーナー始まりましたけど。この後ちょっと、まあ、アンケートいきますか。ブンペさんの新作のデニムをちょっと、はい、いいですね。紹介させていただくんですけど、はい、ただ取材しても面白くないなと思って。ちょっと面白く、はい、まあ、我々らしくというか、はい、我々の視聴者に伝わりやすく、はい、こうデニムの魅力を伝えていきたいなと思ったんで、はい、そのルーベのデザイナーの木村さんにこう気に入ってるデニムとか、はい、こうちょっと俺のデニム道みたいな。デニム道聞けちゃいますか。デニム道、木村さんのデニム道をちょっと見せてもらったりして、はい、あ、こんな人がデニム作ったんやとか、はい、こんな服作ったんやっていうのがより伝わりやすくなるのかなっていう。いや、興味あるね。のと、まあ、単純に俺が業界人の人にちょっと自慢のデニムを見せてよって言ったら何見せてくれんやろ。試すんだよ。あ、そう、試すみたいな。好奇心の。好奇心ね。好奇心で、ちょっとそういうのを撮ってみたいなと思ったんで、ちょっと提案させていただいて、はい、今回、木村さんにめちゃくちゃ持ってめちゃくちゃ持ってきてもらってるからね、これ。いやー、まあ、1本かなって思ってたんですけど、1、2本かなって。じゃあ持ってきてもらえないと。何がわからなかったんで、とりあえず持ってきた感じなんですけど。楽しみやな、これ。まず、じゃあちょっと。このデニムめちゃくちゃ気に入ってるんですけどみたいな、こう割とよく履いていて気に入っているのがバキバキ1970年代後半のリーバイスの66なんですけども、よく履いて、この当たり感も好きなんですが、いや、すごいですよ。リペアの仕方がそうですね、非常に変わっていて、割とちょっと個性的だ。この辺とかだからリペアしてるんですよね。そうですね。おお、なるほど。生地を当てて、あ、あれ、あのちょっと高いっていう、こっち側からやってみたいな、目立たない感じになってると思う。なるほど、なるほど。っていう、このリペア感が非常に面白いな。面白いっすね。結構普通に色落ちもめちゃくちゃいいです。そうですね。めっちゃかっこいい。これもう一本、66があるんですけど、色落ちって色抜けてますね。抜けて、割とサラッとした感じの当たり感が多いんですけど、茶色かっこいい。ここの足がそうですね。すごい出てるので、これも本当に珍しい当たり。これあれじゃ、福太郎さんみたいに履き込んでるんじゃん、この人。あ、洗ってない、もしかしてこの人。そのぐらいなんか完成度高い色落ちですね、これ。そうですね。なるほど、何年代のとかじゃなく、その色落ちとか視覚的な要素のとか。そうですね。なので古着の持ってる前のオーナーが履いてる、ちょっとそういうなんか人の温かみだったりとか、そうです、個性出てます、手作業で個性が出ていくっていう、それが古着の無償美だと思ってるの。どうなってこれ、も同じですけど、ここリペアが手作業で履いている感じが非常に。これどこのブランドだとか分からないんですか。これね、ブランドを一回調べたんですけど、ほとんど分からないブランドで、あんまり有名ではないと思うんですけど、ロンドンのフリーマーケットでたまたま、ロンドンのフリーマーケット。え、これどこで買った？それ言うためにもう行く。ロンドンのフリーマーケット。それどこで買った？ロンドンのフリーマーケット。言いたいの、ね。これは、うわ、これが後ろが高くなってそのままパンツのような形で履いて。もういちいちつけて外して切るのが嫌やから、伸ばそれで伸ばしちゃおうっていう。赤なのがね、ちょっとにくいところだよね。ちょっと次、ジーンズも見たいんですけど、一回このリーバイスレッドですかね。あ、今着てはる。今着てるのは、ヨーロッパのリーバイス、はい、エンジニアの。ああ、なるほど。チュニジアとかで作られてたやつ。案外とか。あんまり見ない、この色落ちの色みたいなね。どうなってんだよ、これ。ちょっと緑っぽかったり。そうですね。まさんは本当にロンドンの古着屋で買ってやすいものを。ヨーロッパだとなかなか、ただ日本になると今値段が結構高騰してるので。あ、そうなんですね。高くなってる。パンツはよう見るんですけど、ジャケットはあんまりない。ジャケットはあまり数が多分少ない。欲しい。欲しい。いや、欲しいやろ。そりゃ欲しいやろ。こだわりですね。綺麗リーバイスレッドなとかと思ったら、エンジニアドの。うん。ポケットの付け方が変わってたりとか、階段めっちゃ立体的。そうですよね。で、あえてこう、スナップが。いやー、このスナップもいいですね。そうなんですね。
さっき言った祭壇が変わってるので、こう後ろの模様がものすごく短くて前が長い。なるほど、なるほど。横から見たらすごい。普通の今までのオーセンティックとは違ったリバイスの歴史の中では。なるほど、なるほど。ヴィンテージカラーエンジニアのまでデニム好きとでも負けてる。気持ちだけは負けんつくもんね。もう物のコレクションでは語れない。そう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 。だけどなんとなくこうちょっと好みが分かってき、徐々に分かってきた。なるほど。なんかこう 色味とか形とか、うん、そのビピール重視でこう俺みたいな。この年代はではなくね、そうやっぱデザイナーらしいっていう感じがありますね。年代物のこういう70年代後期のウクロックとかもあるんですけど、自分の中では本当にパッと一番一位で、あ、なんかまだちょっとこういう当たり感がセンターにプリーズが入ってたり、ダサいとかっこいいの境界線。これは80年代の D のヴィンテージなんですけども、まあ、この辺もパッとものすごく人によってはかっこ悪くも見えるんですが、この俺がなんチャンネルで何回も言ったやつね。カーボーイは最初に鬼乗り付けしてセンタークリースを入れるっていう。なのでこういうちょっとヴィンテージとも違う個性的な当たり感とかも。これ面100ですか。これ面100になるんですけど、全体的なツイルの出方なんかも変わる。そうです。ちょっとこのテンションで古着屋行ったら爆買いしてしまう。値段見て書いてある。いや、怖い怖い。ベルベル人の全体像見たことこの辺は、意外じゃないんですけど、ヒゲだったり、語りがかっこいいなっていう。で、あっ、このシュガーケンなんですけど、おお。で、これもちょっとその個性があるなっていうのが、すごいボロボロになってるんですけど、素揚げの仕方が、普通のデニムの素揚げにしてないところが、あー、面白いなっていう。あんまり多分、ビルテージのこだわりが。テープで叩いてるのすごっ。家でやった感じ。そうなんですよ。それがなんか逆にあんまりデニムにこだわりをむちゃくちゃ持ってる人が履いてない感じが。なるほど。っていう。かっこいいですね。履き込みが好きな人みたいな感じじゃないですかね。そうでしょうね。なるほど。シュガーケット。ね、幅広いね。そうですね。あんまりこう幅を決めず本当にあった時にちょっと。なるほどなるほど。かっこいいと思うと。買ってしまうので直感で言う。じゃあちょっとルーペももしかしたらチョッターでとんでもない小型アイテムが混ざってるかもしれないですね。クロックとかこう行きながらもまさかのシュガーケンとか普通にその辺のおっちゃんが吐き込んだやつまで出てくるっていうのはちょっと意外でしたね。意外でしたね。だけどちょっとこれをね踏まえてこのルーペの新作のデニムもちょっと紹介していただこうかなと。まずルーペっていうのは生地からこだわって、そうですね、設定して作るっていうことで、はい、なので今回のこのデニムもこのセカンドドロップのためにオリジナルで作ってるものなんですけども、まず、ヴィンテージっていうのはもうさっきの古着もあるんですが、はい、もう大好きな分野でもあるので、まあ、これを経年変化して履いた時にはもうヴィンテージの面には見せていきたいなっていうのを。そんなこと、どれぐらいあるので、まあ、これ本当に経年変化していくと先ほど言った縦落ちっていうのは、ムラでしていくんですけども、ただこのルーペのブランドに、落とし込むときにそのデニムの持つ、オーセンティックな心地さは残したかったんですけど、はい、ただルーペの世界観の中のちょっと繊細さだったりとか、はい、ドレープの柔らかさっていうのを出したかったので、今回その糸の特性を利用して13オンスクラスのかなりヘビオンスのデニムなんですけども、ね、触ると非常に柔らかいっていう。ちょっとこれすごいよ。すごいですか。おお、え、なんか肌触りめちゃデニムって優しい。優しい。なるほど。初めて。あ、これリベットが補強のリベットがないですね。そうですね。この辺もあえてリベットの位置を一箇所だけにすることによって割とこうヴィンテージの持つ男らしい感じっていうのをこそぎ落とすことでルーペの上品さもプラスするような深感を感じています。いいダイスもびっくりやね。ディティールで言うと
の裏のどうなってるセルビッチに向かってるこの生地の端なんですけども、はい、あえてセルビッチではなくてメロロックっていうミシンでロックをかなり細かい形でかけることでヴィンテージっぽいセルビッチへのオマージュは残しながら近代的な構成も出てくるということでルーペの世界観の中で変化していくヴィンテージ感というのを表現しています。ロックミシンでパイピングしたみたいな。そうですね、かなり細かい。ちょっとこの辺りから戦いについていけなくなってきたんですけど、私どうなってんすか。すごいですよこれ。しかもここもちょっと、ね、そうですね、あえてチェーンステッチを入れるのではなくて、はい、普通の本塗りの日本、ダブルステッチを入れることで、はい、近代的な縫製のテクニックをこう裏の方では入れているんですけど、まあ、これもしかして日本針じゃなくて一本針を2回してます。2回入れてます。なるほど。新しくできた裏のなので、ここはここでやっているデニムを作ってもしょうがないのかなっていうところで、ところこの世界観の中で解釈した新しいヴィンテージというのが、で手をちゃんとこのボタンぐらいにしているっていう。素材のこの柔らかさなんですけど、はい、表面のこの縦糸という運動サイド、はいはい、これは製品でワンウォッシュかけてるんですけど、はい、洗いをかけた時に糸がギュッと締まる、はい、効果を持った糸を使っていて、逆にこの横糸の白い方は輪模様をかけると糸が締まっているものがふわっと開くっていう逆の要素になった使っているんです。よりが逆的な。そうなんです、うん、なのでその要素で表側は割とヴィンテージっぽいドライな感じなんですけど、裏側は糸が開いているので非常に柔らかい、機能性までそれ100年前に言ってリーバイスに言ったらギスさんがちょっとズームしてみたら取れてるかわかんないですけど、ほんまに縦落ち感というか、そうですね、そうな、このね、もうちょっと感じしてるんですよね。ちょっと、顔で、ハイウエストなんですけど、はい、なので、腰巻きをする位置にウエストが来ないんですが、はい、あえて後ろから見た雰囲気だけはちょっと腰巻き、ちょっとヴィンテージっぽい見せ方をするというので、ポケット大きめで、さらに低い位置に上げてるんです。腰回り自体そんなに太く取ってないんですけど、ポケットをパターンでちょっと浮かしてるんです。これによって腰回りすっきりしてるんですけど、このポケットが浮くことによって見られるキューズ感っていうのもちょっとパターンでこだわって、衣服切ってのデニマの福太郎さんに入っていいですか。大江さん差し置いていいですか。はい、一旦ね一旦ね、順番ね。はい、ということで、はい、履いていただきました。いや、なんかいや、木村さんにヴィンテージのジーンズを履いてもらって履いていただきました。何やらそうな一番気に入ってる66の501ですかね。ボックみたいな。確かにこの辺からじゃあちょっと、はい、沢さんがルーペの新作デニムの33サイズですか。はい、33一番あのセンターのやつをチョイスしたんで、ちょっと見ていきますか。あー、もう新感覚超直線的やね。そうだね、綺麗よ、この辺の言ってたお尻ね。確かに確かに、ほら、めちゃくちゃ履きやすいね、これは。これちょっとロールアップなしでも、おー、確かにこのストンって落ちる感じというか、意外と悪いのか、良かったりするのかな。そうやな、ちょっと落ちてる感はあるかも。ルーペの、ね、アイテムを身につけさせていただくと、ね、いつも新しい自分に出会いますね。いつも新感覚。柔らかいので動きによっては、あれがバギーじゃなくて、少しその広がったプレイヤーっぽくも、足、膝が曲がった時に見たりとか。なるほどな。確かに。パイプのシルエット特有の。ちょっと浮かしてる。あなるほどなるほど。腰回りはこの内側に来ていて、パンツが外に逃げてるように見える。確かに、ここはやっぱり反ってますね。綺麗にフィットしながらも太さが。そうだよね。全体的な太さがこっちで表現されているので、全体的にダボっとしたシワ感はなく、ポケットが逃げることでのゆったり感も。確かに。はい。ちょっと、はい、興味本位で方法を探してくれって言ったら、はい、
書かせてもらったんですけど、はい、ちょっと力のスタイルになってしまいました。これはすごいね。けど、うん、この柔らかく縦に落ちるからいいですね。わ、綺麗な。ポンと落ちてくるんですけど、うんうん、俺で173センチやけど、うん、まあ、ハイウエストで履くんやったら、レンズス棒が好みだから。あー、なるほどね。ギリギリするか地面にね。柔らかい。柔らかいね、確かに。乾燥機から取り出した瞬間みたいな。柔軟剤の CM みたいなこと言ってる。面白いね。少女版。私これくらいちょっと長かったらメガです。うわー、いいんちゃう。感じもいいじゃないですか。めっちゃかっこいい。いいっすね。いいっすね。これに、まあ、ナスラとかはトロエンみたいな。うわー、マスターになる感じですね。優勝ですね。履いてるのに。O3 やけど、はい、これとか結構ウエスト細いから、 O3 でもちょっとウエスト。あ、なるほどね。はいはいはい。あ、いいですね。O1 でもいいかも。かっこいいな、トイさん。ちょっとこの靴やったらこの丈がいいかも。いや、そうね、靴とかね、ちょっとさっきみたいな。そうですね、ワンクッションというか、うん、ワンクッションぐらいの。そうですね、感じでもいいけど、ちょっと雰囲気ある靴やったら、うん、これぐらいなんかいいのかな。いいですね。も持ってそうだ、割れへんで多分。持ってそうだし。確かに。はい、ということで、ちょっと今回はルーペのね、デニムを取材させてもらうのを、はい、ちょっと口実にというか、このね、木村さんの方、好きなデニムとかをたくさん見せてもらって、ちょっとルーペも見せてもらったんですけど、うん、やっぱこう、バックボーンというか、そうね、めちゃくちゃ反映されてたね。出てたね、これは。ということで、ちょっと、はい、後編は、はい、このね、他にも、もちろん、デニム専業ブランドじゃないんで、はい、ね、あるんで、はい、他のアイテムとかもちょっと紹介しながらね、はい、わちゃわちゃ、さらにしていこうかなと。そうですね。思います。試着祭りで3本に1回はデニムの話してる。よう話されてたんで多いね。ちょっとデニムはデニムでこうガッツリ、ね、やらせてもらって撮らせてもらったんで、ちょっとご協力いただきありがとうございました。ありがとうございます。まあね、ちょっとデニム好きの皆さんももうこんないいデニム5本とデニムジャケット1個と新作デニム着てもらったんやから、ほんまに後半デニムの要素弱いけどください。そうなんです。とりあえず前編はこんな感じで、はい、今回はこの辺でありがとうございました。また業界人のデニムシリーズもやっていきます。できます。木村さんの残りのコレクションも続けてもらいます。あと9回ぐらいしてみます。買い足してもう1回ぐらい。